かすかに聞こえる可愛らしい鳴き声。誕生したのはオスの双子の赤ちゃんです。生後3週間を過ぎた先月、体長38センチ、体重3キロと順調に育っていたことから、時間を限定して展示が始まりました。プニプニだ。中でも1日3回行われるふわふわタッチタイムが人気で、訪れた人たちは赤ちゃんと直接触れ合う特別な時間を満喫していました。ぬいぐるみみたいだよ。すごいふわふわだ。ふわふわだった。ライオンの赤ちゃんは成長が早いということで、特別展示とタッチタイムは今月末まで開催される予定です。